いつも動画のご視聴ありがとうございます。この動画は国旗カルタ第6弾読み出しが破行から始まる札です。通常の遊び方は床などに並べて読み上げた札を探すんだけど、この動画ではこの国旗カルタを利用してクイズのようにしたので、一緒に考えてどこの国の国旗か当てながら覚えていこうね。一人で遊ぶときはこの動画を流しながら札を探し当てるのもありですね。この動画では札に書いてある正解の国名を隠して最後に答えとして読み上げます。それでは順番に読み上げていくので、みんなも一緒にどこの国の国旗か考えてみてね。準備はいいかな？いくよ。はじめは13だった星、今は増えて50ある。50の星、これは見覚えあるよね。正解はアメリカ。アメリカの首都はワシントン DC。 面積は約 962.9 万km². 北アメリカ大陸の真ん中にある本土とカナダを隔てて、北アメリカ大陸の北の端にあるアラスカ、太平洋に浮かぶハワイなどからなる大きな国。はい、じゃあ次行ってみるよ。ヒンドゥー教とイスラム教、争わないという印、争わないという印、どこの国の国旗かわかるかな？正解はインドです。インドの首都はデリー。面積は約 328.7 万km². 農業が盛んで米や綿花、お茶が作られている。近年は情報産業も盛ん。タージマハルやアジャンタ石窟寺院が有名でカレーでもおなじみ。はい、では次いきます。フリードリヒ2世使った軍旗がその始め、使った軍旗が始め、どこの国旗かわかったかな？正解はオーストリア。オーストリアの首都はウィーン。面積は約 8.4 万km². 国土の半分以上が山岳地帯で、山あいで行われる酪農や林業が主な産業である。またウィーンやザルツブルグは音楽の街として知られている。次行くよ。ヘラクレスの柱、旧王国の紋章が描かれた。左端の絵が旧王国の紋章なんだね。どこの国旗かわかるかな？正解はスペインです。スペインの首都はマドリード。面積は約 50.6 万km². イベリア半島にあり、太平洋と地中海に面している。ジブラルタル海峡の向こうはアフリカ。農業が盛んでオリーブやブドウ、オレンジが作られている。では次行きます。星一つ、アメリカ国旗を元にした。星が一つあり3色の国旗、どこの国かな？正解はチリでした。チリの首都はサンティアゴ。面積は約 75.6 万km². 南北に 4300km もある、とても細長い国。高さ 5000m を超える山々が連なるアンデス山脈がボリビアやアルゼンチンとの国境になっている。どうだったかな？今回はここまで。最後まで見てくれてありがとう。ぜひ他の動画もチャレンジしてみてね。
。